はい。えー、国税の詐欺ですけども、こういうふうに出てますね。不正受給、逮捕が9人になったということでございます、えー。偽造書類でも簡単に現金ということで、国税局の職員だったら簡単にこれに書類作れるわけですよ。だから、ATM みたいにサク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 お金が引き出せるってことで、あっという間に2億円ゲットしてるわけなんですよね。こういうふうに書いてます。 国の新型コロナ対策の持続化給金を騙し取ったとして、東京国税局職員ら男女7人が逮捕された事件で、大和証券の元社、えー、社員、中峰、えー、なんとか被告27歳、詐欺罪で起訴が、審査がきちんとされず、偽造書類でも簡単に金が出ると思ったと供述していることが4日、あ創社関係者の取材で分かったとありますよね。だからね、こういうふうなね、審査して、 なんか、希望者に出すみたいなことじゃなくて、全国国民に一律給付したら、何の問題も来てなかったんですよ。で、それを嫌がってね、こんなことになるわけですから、ほんとバカバカしいとしか言いようがないですよ。5.5兆円も。ね。逮捕者は計9人に上ることも判明、組織的に審査の甘さを狙い、計約2億円不正受給したと見ている。うん。だからこれはね、経済産業省の審査をぬるいと思って甘く見たんですよね。バカにしてるわけなんですよ。で、 簡単な書類サクサクサクって作って出したら本当に出たんで、あ、経済産業省のやつらバカなやつらばっかりだって、どんどんやれやれって感じで2億円を見るも見事にやったわけですよね。あの、事業者の中には真面目に事業していて、そもそもお審査に達しない。例えばね、売り上げ規模で30%減とかね、40%減で、あ、50%以上なんてのは減ってないよみたいなね。 むしろ減らないように頑張ったところが受け取れずに、もしくは50%以上ダメージを受けたんで、まあ、100万円でも200万円でも,もらおうかなと思って審査を出したら却下されて悔しい思いをしてね、それこそ会社解散したりとか首くくった人もいるはずなんですよ。で、その裏でね、何の苦労もなく、給料ちゃんと順々に出てるのに2億円をさらにもらって暗号通貨に投資して、そこでパーにしてるわけですからね、本当に立ちが悪いと思います。で、学生とかに利益が出るぞっていうふうに申し掛けて、 いわゆる何も知らない学生たちを騙してるわけなんですよね。とんでもないことですよ。印刷して税務署で受領員をもらいとか言ってね。もうこれ以上の犯罪はないんじゃないかなと思いますね。皆さん許せますかこれを。許せないとして何をすればいいんですかね。終身刑か妥当だと思いますけども、皆さんのお考えをまた行かせてください。